叩き上げ中の叩き上げ、行基。はい、やっていきましょうということになるんですけど、まあ、行基ということになるんですが、もう初め民間に仏教を広めようというね、まあ、あのいう感じですね。まあ、それまで要するに天皇へ、要するにですね、貴族、この2つを中心に仏教ってのはあるもんだよってことなんですが、行基さんがですね、民間にも仏教を広めましょうっていうんで、まあ、仏教を広めちゃいます。まあ、やばいですね。なかなかね、異端っちゃ異端ですよね。はい。ということで、民間に仏教を広めるだけじゃなくて、まあ実際にその橋を作ったり、何々をしたりっていうんで、まあ社会事業をする。つまり民間のための社会事業をするということで、まあ民間、民衆から要するに非常に信頼を得るんですが、民間に仏教を広めちゃったとして、ちょっと問題が発生するのは、宗教っていうのは国を転覆させるだけの力がありますから、まあ要するに敵視されたっていうのは敵視されたんですよね。まあ最終的に弾圧されたりとか、いろんなところの苦難を乗り越えて、結局最終的には、でも行基すげえやつじゃねっていう話になって、まあ大蔵省っていうね、一番、まあ一番偉いまで言いませんが、まあかなり偉い地位に、ポストに就くということですね。はい。だから、半分は、ずっと民間のために、要するにいろんなことをやって、で、残りの半分ぐらいとか、後半戦になってくると、国の中で一番偉いようなポジションについちゃうということが、これが行基さんということになりますね。まあ人生波乱万丈ですね。はい、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。